10月15日、ザ・鉄腕・ダッシュ、日本テレビ系の3時間 SP が放送された。同番組には、元キング&プリンスで9月末にジャニーズ事務所を退所したの岸優太、28、も出演。今回が、卒業回ではないか？と、ファンから大いに注目を集めていた。なお、岸の今後は滝沢秀明氏、41、が立ち上げたエンターテインメント会社、トベに合流して、元キンプリの平野紫耀、26、と神宮寺勇太、25、と3人で、ナンバー、アイ、読み、ナンバー、アイを結成したことが、ダッシュの放送直前に生配信で発表されている。ダッシュの収録は退所前でしたが、ジャニーズ事務所を退所後に、やめ、ジャニが登場するのは前代未聞の出来事ですからね。加えて、岸さんが1年間頑張ってきた企画、23度目の米作りの完結編ということで、注目度は非常に高かった。結論から言うと、岸さんが番組を卒業するというニュアンスの演出は行われませんでしたね。テレビ編集者。ダッシュはジャニーズの番組だが、ジャニー北川氏、享年87の騒動で今、同社関連番組からはスポンサー離れが発生している。そこで岸を続投させて、ジャニーズだけの番組ではないですよというアピールにつなげるのでは、という説も、囁かれているのだ。一方で今回、番組内で発表された、新大型プロジェクトに新たなジャニーズタレントが参戦していること、米作りに加え、岸さんが主導で動いていた企画、マンゴー栽培も完結したことなどから、卒業をはっきりと断言しないまま、フェードアウトしていくのでは、とも見られています。岸さんは両方企画も担当していますが、そちらは何をもって、完結なのかわからないところもありますからね。そして、前述の新企画に登場するジャニーズタレントが岸さんに近いところがある人物のため、代役のようなポジションになるかも、とも考えられています。前導、緊急性放送のコーナーでは、ダッシュ、メンバーがプロ集団に仲間入りして、東京の国立競技場の目の前にある都立明治公園の整備を整備して、森、作りを手伝う。そんな超大型企画が国分天地、49、の口から発表された。そして、詳細は不明だがセクシーゾーンの松島聡、25、と、トラビッシュジャパンの松田元太、24、の二人が作業に取り組んでいる姿が、VTR で紹介されたのだ。岸の卒業をはっきり描くと炎上必至。岸さんは天然キャラで親しまれていましたが、トラジャの松田さんも同じ天然キャラが人気を博しているんです。例えば、6月22日放送の、王様のブランチ、TBSK では自信満々に、四国はもう覚えたと言っておきながら、山梨、四国、と珍回答をしたり、牛、虎、クーと大真面目な顔で答えたり、すでに、松田元太くんは岸くん系統な気がして応援したい。岸くん並みの天然さあるもんな、面白くなりそうだなと、歓迎ムードの視聴者も多いですね。また、岸の卒業をはっきり描かない理由について、こんな意見も。2021年3月末で TOKIO と、ダッシュを去った永瀬智也さん、44、はしっかりと卒業 SP を放送しましたが、岸さんは、オフィシャルにはあくまでも、準レギュラーですからね。ダッシュはそもそも TOKIO の番組。そのため、あえて卒業 SP をやらなくても、立ち位置的には不自然ではないんです。他方で、今回よりも前の出演会だった9月6日放送の、岸プロデュース、二宮和也と夏祭り SP の内容は、卒業を感じさせる演出があったため、本来はこの回で終わらせる予定だったのでは、という声もありますね。制作会社関係者。岸は、ダッシュの放送直前に、平野神宮寺との、ナンバー、愛の結成と戸部合流を発表したのだが、当然、これも関係してくるだろう。岸さんの卒業記念会を大々的にやってしまうと、炎上のリスクがあると考えられます。永瀬さんは、芸能界を引退するという理由からの降板でしたが、岸さんがこのタイミングで降板すると、その理由は、ジャニーズを辞めて戸部に行ったからというものになってしまう。事務所を辞めるとテレビ番組に出られなくなる。それは旧態依然の芸能界、テレビ界の掟そのものですよね。岸さんの卒業をしっかりとやれば、その問題が前面に出て、また様々議論を呼んでしまうでしょうからね。前導、すでに疑いの眼差しを向ける視聴者も、
ジャニーズ事務所が立ち上げる新事務所の新社長に就任予定の東山紀之、57、と、副社長に就任予定の井ノ原快彦、47、は9月7日に開かれた会見で辞め、ジャニーに対する忖度の話題が出た際に、必要ないと思っております。東山、変えようよって毎日言っています。井ノ原と、それぞれ明言している。それだけに、岸くん、今日の鉄腕ダッシュは集大成でとりあえず卒業なんだろうなと思いました。でもさ、戸辺の岸くんは最後とか言うと、ジャニーズ忖度みたいになるから曖昧にしてるのかな。ダッシュの降板はないと思ってたんだよね。ダッシュファミリーじゃなくなったら世間は、忖度、圧力、言いたがるし、J としては逆に続投のお願いしたいくらいなんじゃないの？もう岸くん個人の意思次第。これで岸くんがダッシュを降板しようものなら事務所の圧力やら忖度やらって言われるんだろうな。といった声が SNS には多く寄せられているのだ。もちろん岸さん本人がナンバー愛の活動に専念したくて自主的に辞める可能性もありますが、ジャニーズ事務所や忖度するテレビ局のこれまでの辞めジャニに対する扱いの悪さが尾を引いて不信感を与えているところはありますよね。それを避けたくてファンに指摘されているように露骨な卒業は避けるのではないかと松田さんという後釜も立てられており、やはりこのまましれっと岸さんが登場しなくなるステルス降板もありえそうですね。前室の制作会社関係者、男たちの挑戦はまだまだというナレーションと To be continued のテロップで締められた10月15日放送のダッシュの23度目の米作り、岸は未来へつながる最上級の米飯を生み出したが、来年の米作りに参加する日は来るのか。岸いわく、リッチな飯を略して、飯、画像、最高の笑顔、戸辺合流、岸優太、ダッシュで眩しすぎる農作業オフショット笑顔。ちなみに、岸は紫のシャツを羽織っているが、これはキンプリ時代のメンバーカラーでもある。